まってますね。開始しますか。開始しました。本番中、こんばんは。あれ？見切れてます。こんばんは。12月29日。今年最後の、先週はホワイトウィンター歌ってくれてありがとう。ホワイトウィンター歌ったんでしたっけ？歌ったんでしたっけ？もう12月29日日曜日最後、今日でね、先々週、あ、そうでした、そうですよね、ボリューム130回を迎えました。130のお題に乗りました。1年で48回ぐらいか50回ぐらい、まあ休んでもあるからもう3年目に入ってるわけですね。いや、すごいですねみたいな。さて、今週はもうね、僕はこもってましたよ。まあ知ってる人もいると思うんですけど、まあコンテンツの制作で追われても、寝ても覚めても今やってます。なもう皆さんが10連休って言ってる間に仕事がわーっと片付けられないですけど、進めてみたいな。でその後曲作り、アルバム作り、来年もういっぱいやることあって、また大変ですが、まあ、頑張っていきたいと思いますが、そうそう、今週は去年クルーズが来て嬉しいです。え、あ、そうなんですか、ありがとうございます。クリスマスといえばですね、これ写真一応、まあなんか生クリームが足んなかったらしくて、自家製のね、いつも作ってますけど、壁のところっていうか、岸壁っていうか沿岸っていうか周りのところの生クリームがなかったらしいです。僕もワイン飲んだりまた渡しました。で、ただない、そう、生クリームちょっとケチったみたい。あとね、この写真面白いですよ。これです。これ鶏の肉足ですね。まあ焼きますよね、クリスマス。上の娘ですけど、こう食べてるところにですね、後ろのからですね、プップ、うちのトイプードルですよ、プップがですね、なんていうの、肘っていうか腕の上に首を乗っけるんですね。乗っけて、ね、ちょうだいよってやってるわけですよ。これがね、こうやっぱり取れない、カバッと取れないわけですね。取れないですね、やっぱりね、こうくれよみたいな、じっと目で主張するんですね。はい、そんなことはやりました。それで、あとは何もないですね。あとね、なんだっけな、あ、これです、今ここにありますね。結局ね、達郎さんのライブ行った方がいいよ、コンサート行った方がいいよって、23、24か、もうなかったですね。ヤフオクとか見てましたけど、3万円とかちょっといけないなっていうんで、しょうがないから、このタンバリンをなんか売ってたらしいんですけど、これヤフオクで見つけて買いました。これ達郎さんもなんかこう本番でよくこうボーカルの、マイクサンドとね、置いといて使ってるらしいですよ、こうやって。これ結構いい音するんですけどね。で、面白いのがこの袋に書いてあるの、お願い、公演中にこのタンバリンを鳴らすのだけは勘弁してくださいね。これね、みんなで鳴らしちゃったら、わー、すっごい音になっちゃうからね。ということで、あとはないですね。はい、ないです。はい。というわけで、今年最後の、ニコニコ生放送、何しようかなと思うわけですが、広角と鳴らしたくなる。いや、鳴らせないでしょう。よっぽど、というわけでですね、僕はほとんどもう朝昼なんていうか時間の感覚がなくて、ワンちゃんもクルシからこんばんは、こんばんは、時間の感覚がなくてですね、今日はですね、昨日起きてますね。今日になるちょっと前に起きてるんですよ。で、もう大変、もうすっごい今あれですけど。で、ちょっとそういうことなんで珍しいですけどね、このもうちょっとこういう雪でしょうけど、どうですか、もう北の方は雪ですよね、皆さんね。
黒石のはどうですか、もう大雪ですか、まだで、こっちも雪は降らないけど、雨の歌東京レインやってみようかなと。四国徳島ですが雪です。あ、そうなの、雨熱の残るハイウェイを叩くよ、にじみ始めたイルミネーションを横顔浮かんでくる夕闇に消える背中見てた、さよならは嘘だと言えないまま、雨の東京シティモノクロームに染まる想いで、赤い影の揺れてるのはあの日の二人、君の部屋まで遠回りで走った横羽線、渋滞の中壁にもたれ眠ったふりをしたね、ラジオから懐かしいメロディー、微笑んだ君が傷ついてゆく、雨の東京シティ忘れられるこの街でなら、甘い痛みを数えきれず流してゆくよ、少しだけ窓を開ければいい、切なさが風の音に紛れてく、夢を見るたびまた一つの悲しみが降る、優しさの意味知らなくても人を愛せる、雨の東京シティモノクロームに染まる想いで、赤い影だを揺れてるのはあの日の二人、雨の東京シティ聞いた、さっき聞いたばっかりなんですか、ありがとう。熊本から今年最後の、あ、はいはい、昨日大雪黒石そうですか、今日もねちょっとね、変わったことをしてるんですけども、マイクが、今日は珍しくダイナミックマイクってやつなんですよ。いつもこのノイマンのこれコンデンサーマイクで割とシャキーンと綺麗に撮れるやつなんですけど、これは、
僕が京都にいた頃、祇園から引き上げてきたマイクです。だから、80年ぐらいだから33年前ぐらいに祇園から引き上げてきたマイクなんですけど、これ僕のデモテープとか作るのに使ってましたね。もうやめたとかスローダンスとかデモテープこれで撮ってましたけど、やっぱりダイナミックマイクというと迫力があるっていうか、うわっとこうね、あのコンデンサーで綺麗に撮るでしょなんですよ。で実はマニアックなことまた言いますけど、あのリバーブギターと今皆さんのあの聴いている環境だとギターが両サイドからファッと聞こえてます、リバーブが。でボーカルがまた別の低音でいると、だからものすごく立体感のある音になってる。ものすごいマニアックですいませんね。じゃあそういうわけで今日は最後ということで、あと18分、今日は4曲挑戦してみましょうね。じゃあいつもと音違うと思います。それとまた方式を元に戻しました。あのあれ音悪いので、じゃあね、割と評判いい、終わりのない歌、おごめん、爪も今ボロボロになってます。今日親指のあれが黄昏が包む街、すれ違う笑い声、頬を撫でてく冷たい風が君への思い誘う。約束の週末を待つ夜は長すぎて、受話器の向こうため息さえも今は心を震わせる。会いたくてすぐに君に痛む胸抱きしめてるよ。こんなにも人を好きになるなんて思わなかった。愛しさが時を刻んでゆく。寂しげな表情が微笑みに変わるたび、惹かれることを止められないで口づけたのさ、あの日。指先に絡むかに柔らかなその香り、いつでもそばに感じているよ君のぬくもり。吐息さえ一瞬の君の記憶、目を閉じて追いかけてるよ。こんなにも溢れてくる切なさをもう戻せない。
誰よりも君を愛したから、終わりのない歌、君のためずっと歌いたい。すぐに君に痛む胸抱きしめてるよ。こんなにも人を好きになるなんて思わなかった。愛しさが時を刻んでゆく。1時間スペシャルはお正月でございます。はいはい、皆さんお酒を持って集まれみたいな感じですけどね。さてじゃあどんどん行ってみたいと思います。今年最後、今年最後と言っておりますが、今年最後ですけどね、あのまた、まあ、大晦日のカウントダウン、バニラスカイレコーズのですねカウントダウンライブっていうのが大晦日から年明けにありまして、私も老体に鞭打っていくわけですけども、どうなんでしょうかね、まあ楽しいですけども、まあ場所はどこだかな新宿だっけな調べてこれしてまた来てください。あと2月1日に、ミッシェル岡澤敏夫、ミシェルと久々にライブをミシェルのお店でやります、長崎ってあのじゃあ、豊島区長崎っていうね、豊島区池袋の近所に長崎っていう地名がありますけど、そこに、カクタスカフェっていうねミシェルがやってる、お店があります。なんだろう、キッチンでしょうかね。2月の1日ありますので、まあ、来てください。大阪にはまたアルバム作ってツアーで行く感じですねはい、ということでまたその時にはこの歌をきっと歌うんでしょう。ええ、じゃあ各地で今年歌っていただいたと思いますが、また会えたねよ、そちらでコーラスをやってください。今日もこの街は懐かしい風、遠い記憶をかすめ空へと舞い上がる。駅前の街並み少し変わったね、弾む気持ちを静かに受け止める。移りゆく風景の中出会った日
昔のこの想いは変わらない。また会えたね、元気ですか。あなたの笑顔が何よりです。また会えたね、変わりないですか。今は遠く暮らしてるけど、同じ時を生きている。初めての恋、初めての失恋、今だから思えるあの人でよかった。ふざけ合って歩いたあの川沿いの道、夕暮れまで座ってた公園のベンチ。巡り来る季節の中に埋もれてゆく、この想いを抱きしめて。また会えたね、元気ですか。その声をたまには聞かせてください。また会えたね、久しぶりですね。話すだけですぐに戻れる、にぎやかなあの頃へ。移りゆく風景の中、出会った日のこの想いは変わらない。また会えたね、元気ですか。あなたの笑顔が何よりです。また会おうね、ニコ生で。今は遠く暮らしてるけど、同じ時を生きている。また必ず。はい、というわけでまた会おうね、ですね。さて、あと5分47秒じゃあね、今年最後の曲はです、ね、釜石行きたいですね。近所の人たちは連れてもらっていきますか。なかなかね、なんかこうそういうのがなんかあればいいんだけどな。行きたいですね。ね、ぜひね。じゃあ今年最後の曲はやっぱりアルバムタイトルの曲をですね、やって、行きたいと思います。間に合うか。5分しかないじゃん。行ってみよう。間に合わないね。頑張ってきます。はしょりながら。何一つも手に入れることができないままで、
時間だけが早足で過ぎてた若い日々、夢に描いたことに向かってただまっすぐに進もうとして、気がついたらいつも横道を歩いていた。だけどそれはとても大切な遠回りだったんだ。人生はクジラのようなもの、無駄なところは一つもない。人生はクジラのようなもの、しょげないでゆっくりと泳いでゆこう。君がもし壁にぶつかって身動きが取れずに絶望してしまう、その前に思い出してほしい。目の前の壁は本当に越えられない高さかい。手をかける場所がないなら壁沿いに別の道を探し出そう。たとえそれが絶望の中にあっても、進み続けることさ。人生はクジラのようなもの、泳ぐことをやめたら死んでしまうよ。人生はクジラのようなもの、諦めないでひょうひょうと泳いでゆこう。潔く倒れるくらいやった方がいい。とても不思議なことだけど、そいつがいつか自分